デザートを売りにしているホテルなので、まあ私がパティシエなので、もうパティシエならではのデザートでお客様に喜んでいただけるようなホテルにしたいと思ってます。宿泊の予約をされたお客様全員に無料でアフタヌーンティースタイルのデザートがついてきます。あのデザートにはですね、ペアリングのドリンクも考えてまして、あのアフタヌーンティーに合うドリンクも毎回毎回こう季節ごとに違うものを作ろうって考えてます。外国のお客様も一応視野に入れてますので、ちょっと3段構成の一番上からちょっとビラスタイルと名付けてまして、2段目が和をコンセプトにしたジャパニーズスタイルと名付けててですね、ちょっと日本風のやつをつけてます。で、一番下がセイボリーと言いまして、塩気を感じられるような中間色になってます。なんですけど、結構ボリュームがボリュームで結構あるんで、お腹を空かせてきていただいた方がいいと思います。お腹いっぱいできたらもう多分食べれないぐらいの量があります。デザートを目当てにこのホテルに宿泊していただけることが僕の今の夢ですね。2月1日からやってます。デザートを食べにぜひ来てください。